一言ずつマイクチェックも兼ねて坪井選手お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。この暑い中富士スピードウェイにお集まりいただきありがとうございます。はい、この後すぐまた予選があるので、だいたい高得者でいつも予選の後なのかな。だいたい予選の前。この後予選があるので、はい、皆さんぜひ楽しんでください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そしてブリヂストンブース初登場です、坂森選手、一言。はい、参考車にテラモチューブ Z をドライブしてます、高橋光則です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして見事復活されました山本選手、一言お願いいたします。はい、3チーム目に見つけて、スープラ富士に対して相性が少し悪いのかなってところも第2戦で感じてはいたんですけど、まあ、なので希望になるレースかなとは思っているんですけど、まあ、予選は特に厳しいのかなと思っているので、はい、多分いいと思うんですけど予選は、はい、でもまあ明日力強いレースができるように、はい、しっかり準備していきたいなとは思っています。ありがとうございます。そして高橋選手、はい、今シーズンからフィリジストとともに戦っていると思いますけれども、サーフィンを超えて手応えはいかがでしょう。いや、全然ないですね。フィーリングがなんかあんまりリスモから結構口止めされてるんで、あんま言えないんですけど、はい、3つとも全部違いますね。違いますか。はい、走らせ方が違いますね。そのやっぱウォームアップの仕方とか、そのグリップの出方とか、はい、そういうのはやっぱりちょっとずつ違うんで、はい、そこにアジャストしていくっていうのはやっぱなかなかもう染みついちゃったものをアジャストしていくっていうのは難しいんで、そこは早めに合わせていきたいなと。ご自身ではなんか取っちゃったみたいな、ちょっと余裕さえも感じるシリーズですけれども、ぜひね、この後も。まあ、走った時には、僕ら結構、なんだろう、スタートでは出たんですけど、レースペースもっと長下がりするだろうなって予想だったんで、まあ、あったんですけど、なんか思ったよりもちょっと耐えれたので、
ょう。でもここまでちょっとご苦労もあったんじゃないですか。全然大丈夫です。今ここのステージに立ってる中で唯一勝ってないのが僕だけなんで、はい、36も早いですし、3号車は早々にプリテストになってから優勝しちゃったんで、あんまり僕ら立場がないんですけど、まあ、2台ともやっぱ早いなと思ってますね、はい。本当に私は山本選手の特集の映像をご覧になりました。ね、本当にこう大変な手術で、ここにこう普通の生活も多分大変な状態でサーキットで戦って、しかも表彰台トップランカーとしてブリヂストンブースにこうやって入ってくださったって本当に感動するんですが、ご自身では開幕戦までギリギリ間に合ったけれども、実際レースをしてみないと自分の体がどういうふうにこう機能するか自分でもちょっと分かっていないというふうに開幕戦前おっしゃってましたが、3戦走ってみていかがですか。予選方式、予選合算方式ということで、ちょっとこのやり方は選手の皆さん慣れました？慣れました？坪井選手、これまで坪井選手のチームは山下選手、坪井選手、山下選手と交互に、ね、Q1 担当されてますよね。ということは今回は坪井選手かななんて思ってるんですが、いかがでしょう。なんで交互かとか、なんで変えてるのかは知らないですけど、まあ、できれば統一してくれた方がドライバーとしては合わせやすいので、はい、やっぱり Q1 という野球数が難しくて、ワンカーコーチのタイヤで施設が違かったりコンパウンドが違かったりすると Q2 のアタック力が変わるので、そこが非常に難しいなと思いますけど、まあ、今日も結構暑いので Q2 のタイムの落ちる人と落ちない人に結構差ができるのかなと思って、僕らとしてはどっちが行っても Q2 でタイムをあまり落とさず行けて、まあ、なんかタイム落ちた人の前に行けたら嬉しいなっていう予選にしたいなとは、はい、思います。そうですね、なんかヤマケンさんのトークショーの中で、36号車トムスはもうどっちが行っても大丈夫でしょうということで、なんかもうそんな感じで決めてるっていうふうにおっしゃってましたけど、信頼されてるから、まあ、本当に暗黙の了解で候補になってくるってヤマケンさん言ってましたけど、そうですね、どっち行っても変わんないかなとか、今のこの GT500 に出てるドライバーどっちがどっち行っても早いので、あんまりそこはそのプロとしてあんまりこだわりはないというか、まあ、極端に好きな人はいるかもしれないですけど、ユーズの方が好きっていう人もいれば、ニュータイの方が好きっていう人もいるかもしれないですけど、まあ、基本はどっちが行ってもあんまり変わらないのかなというふうには、はい、思ってます。チームによってね全然違うんですけど、高橋選手のところはずっと高橋選手が Q1 担当されてますよね。これはもう固定ということでよろしいですか。はい、チームメイトがルーキーなんで僕は Q1 行って、で、まあ、ブリヂストンタイヤの経験も少しないので、予選アタックしてそこでセットをアジャストすることがやっぱ結構あるんで、まあ、そこはやっぱルーキーに任せるより僕が Q1 行ってセットアジャストして、まあ、彼に渡してあげるっていうのがもうルーティンになります。Thank you.
もなんでか Z だけその Q2 同じぐらいで走れちゃうんで、誰ともね、日産ミスも誰も理由は分かってないですね。そうです、はい、でもラッキーみたいな感じで、ね、本当に、はい、で多分これ CS タイヤとの相性がすごくいいんじゃないかなって気がします。すごく期待してるので、今回ね、351ということでちょっとね、ランスピードが長くなりますので、その辺の優位性とかもね、発揮していただけるんじゃないかななんて思ってます。山本選手は、開幕戦と2戦目が牧野選手が Q1 担当されてますよね。で、前回の鈴鹿で山本選手が Q1 ということで、じゃあ今回は山本選手の Q1 がまた見られるのかなと期待してるんですが、牧野がいます。そうなんですね、はい、これはなんか決まっ順番を、そうですね、はい、皆さん決めて、はい、その時の調子とかですか。そこだけなんとか、はい、ポジティブに戻ってほしいなと思ってるんですけど、はい、でもあの全然速さとか強さに関しては全く欲しくないので、まあ、その微妙な好みはありますけど、そこは話し合って決めて、はい、いいパフォーマンスを出せてるのかなと、まあ、だからこそ今ランクショップで見ていけると思うので、はい、まあ、これからも楽しみにしています。そして高橋選手、先ほど、ね、お話しいただきましたルーキーの三宅敦史選手、いかがでしょうか、ここまで。なんかあんまつかみどころはないっすね、私もそう思った何を考えてるのかちょっとよく分かんない、まあ、ほほんとしてるって感じはありますけど、はい、でもその Q2、ね、の速さだったりっていうのは前は持ってるし、まあ、スゴホグラムもいるんで、まあ、そういうところは失敗しないと、まあ、あとはやっぱりレースですよね。カテゴリーとあんまないことだと思うし、あとピックアップとかもうやっぱり300とかあんま経験ない、500特有だと思うんで、まあ、そういうのをもっともっと慣れてくれれば、そのレースの強さっていうのも、まあ、今よりも、もっともっと良くなると思うんで、そういうところをもっと早く経験させてあげたいなと思います。ありがとうございます。そして山本選手、最後にですね、この後の予選、そして明日の決勝に向けて一言ずつ意気込みいただいてもよろしいでしょうか、はい、本当に暑いので皆さん熱中症には本当に注意してもらって、なるべく日陰にあんまないんですけど、はい、行ってもらって休んでください。予選多分36号車としてはかなり厳しい予選には多分なっちゃうのはしょうがないのかなとは思ってますけど、まあ36号車いつも、決勝でちゃんと追い上げられるレースを、今までしてきているので、まあ、明日もそういったレースをして、まあ、1点でも2点でも多く取って、なんとかランキングトップをキープしたまま次の、鈴鹿ラウンドに行けるようなレースに、予選から、力いっぱい頑張りたいと思いますので、明日応援よろしくお願いします。ありがとうございます。では岡橋選手、はい、
まあ、3号車として、まあ、ランキング今2位にいるんで、やっぱり36号車に置いてかれないように、やっぱり今回はポイントやっぱ結構取りたいなっていうところで、やっぱ予選からやっぱ厳しいと思うんですけど、まあ、で自分たちが取れる以上のやっぱ結果を求めていかないと厳しいと思うんで、まあ、予選からガンガン攻めてやっぱ上位狙っていきたいなと思っているんで、まあ、予選から応援の方でよろしくお願いします。ありがとうございます。そして山本選手。はい、まあ、明日の天気が少しまだ雨が降りそうなのかドライなのかまだはっきりしてないんですけど、まあ、その辺味方につけて、いい予選といい決勝できるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ね、予選前の貴重なお時間いただきました。どうぞ皆様大きな拍手でお送りください。 TGR チーム AU トムス坪井翔選手、リスモ NDTP 高星光則選手、スタンレーチーム国光山本直樹選手でした。大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。予選頑張ってください。期待してます。はい、ありがとうございました。やっぱりちょっと緊張感あふれるこう戦うオーラが出てましたね。